はい、おんちゃん、皆さん明けましておめでとうございます。別に返した意味はないんですけども、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私元気にしておりましたよ。元気にしてもぼちぼち元気にしてました。まあ、いろいろちょっと忙しくてですね、動画もまともに出せてない状況でしたので、今年は頑張っていろいろ上げていきたいなというふうに思っておりますんで、よろしくお願いいたします。で、まあ、今日ご紹介するのはですね、年末に、メールが来てたんですよ。ぜひまあうちの商品を紹介してくださいと、それポチってたんですよね。もちろん提供は僕受けない派なので。で、まあ12月バタバタしてですね、いろいろあったんですよ。言いたいけど言えないようなことがたくさんで、今日ご紹介します。こちら完全な手持ち用のライトということになってますね。なんで僕に依頼が来たのかがよくわかんないです。ライトいろいろ紹介してたから、まあついでに来たんだと思うんですけども、まあ取り外し式ということにはなるんですけども、そのクリップがついてるんですよ。二重方向グリップということで、前から刺したり後ろから刺したりいろいろ付け方ができて、まあ、これによってですね、こういった帽子のこういったつばにこんな感じで付けられます。よいしょ。かぶると、まあ、ちょうどつばの目線ぐらいにライトが来る。まあ、これによって自転車乗ったりとかできるので、重さもそんなないですからね、ちょっと自転車でも使えますよということですし、 Amazon にはもう今いろんなものが売ってるんで、あるんですよ。こういったライト用のブラケット500円ぐらいだったかな、まあ、そのぐらいで売ってます。これハンドルにつけることによって、ここ何でも挟めるようになってるんで、こういったライトもこうパコッはめてやるとしっかりこれ結構ホールドしますんで、自転車用にも使えますよということになってます。で、まあ、ちなみに桜チェッカーの点数なんですけども、これ大丈夫かって調べてくれる桜チェッカーの点数で言うと3.92 ということになってます。で、内容を見ていくと、中国から発送される商品なんでっていうことでちょっと減点が入ってるんですよね。まあ、ただ単にですね、それだけで減点ということになってくると、自転車業界とかも立ち行かなくなっちゃうんで、もう商品的にはどうなのかっていうのが一番重要だと思いますからね。光らせるパターンとしては、フラッシュ、ストローブっていうのと、ターボ、一番明るいやつ、そしてハイ、ミディアム、ロー、そして最後がファイヤーフライということになっております。1080ルーメンでピカピカピカって光って157分で、まあ一番明るい光らせ方がターボモードで1212ルーメン、ただし明るさ5分しか持たないということになっているから、通常はハイモードで407ルーメンの80分、ミディアム94ルーメンの 5.5 時間、ローが7ルーメン、まああんま明るくないな、これだと44時間ということになってます。ファイヤーフライホタルモードっていうのがあるんですよね。で27日間光りますということになってます。必要性ってのは僕よく分かんなかったです。何のためいるんですかね。キャンプの人ではこういうの使うんでしょうね。まあ、この明るさ、いつものごとく測ってみました。で、ルーメンルクスカンデラの違いっていうのがありますね。こういう風にあります。ルーメンとカンデラについては、まあ、素人が測れるもんじゃないので、ルクス、こう照らした時にどのぐらい明るいかっていうのについて、確認しております。ターボモード1212ルーメンのやつですると、もうめちゃくちゃ明るくて、ルクスで言うと2300-2200ぐらい出るんですよ。これってですね、ジャイアントさんとかオーライトさんのライトで比べたやつよりも明るかったんですよね。最初にも言いましたけど、ターボモードって5分しか打たないのでそんな使えるもんじゃないですよね。こういった自転車用に考えられてるライトっていうのは、中心も明るいけど周りも明るいみたいな、まあ、自転車で使うにはそういったライトの方がやっぱいいでしょうから、これに関してはもう中心は明るいんですけど、その周りはどことなくやっぱ暗い、物足りないっていう部分がありますので、やっぱりこう使い分ける必要があるなっていうふうには思いました。まとめ、っていうか、まあ、いいとこ悪いとこ言っていくんですけども、まあ、一番はターボモードはめちゃくちゃ明るいです。1212ルーメン、ルクスで言うと2300-2200出てました。本当に明るいです。で、まあ、使い勝手が豊富ですね。二重方向グリップがあることによって、こうどっちからでもつけれるっていうのと、お尻の方は磁石になってて、いろんなものにこうくっつけることができるんですよね。縦でも横でもくっつくぐらい、ストラップもつけれるようになってますから、まあ、使い勝手の豊富さっていうのがあると思いますね、このライト。これ電池が
別売りなんですよ。別売りできるんですよ。別で買えるんです。だから電池ってやっぱり1年2年ぐらいでだんだん弱くなっていくので、そういった時にライトごとの買い直しじゃなくてこの電池だけ買い直せます。 Amazon でだいたい1100円とかぐらいで売ってました。なのでまあたくさん使うっていう人はこういった電池たくさん充電して持っていけば、まあターボモードでも結構使えるっていうことになると思いますし、そういった面で言うとコスパも良くなるんじゃないかというふうに思いました。充電がこれタイプ C になってます。ここ挿すんですけどね、タイプ C、 もちろんコードもついてますけども、やっぱ今の時代こういうとこはタイプ C じゃないとやっぱ満足いかないですよね。でまあ悪いところで言うと、まあ一番明るいターボモードがやっぱ5分しか持たないってところでしょうかね。ハイモードの407ルーメンだとルクスで言うと758とかだから、まあね普通使う分にはそれでもあれかなとは思うんですけども、なんか若干やっぱ暗さを感じてしまうので、明るいライトがいいなと思う人が、通常使いで使うライトではないなというふうに気がしました。とまあ自転車で使うには、まあ、ライトが中心が明るい、周りはちょっとやっぱ暗いんで、本当に暗いところで使うとちょっと危ないかなという気がします。やっぱりね自転車用のライトのようにある程度全体が明るいっていうライトの方がこういったのが使いやすいですよね。まあ自転車で使う場合ではっていうことですけども、ボタン操作、これボタン一つでストローブモード、ターボモード、ハイ、ミディアム、ロー、ファイヤーフライっていうのをこの一つのボタンで使って、1回押すとつくで、この状態で長押しすることでハイ、ミディアム、ローの切り替えになって、ターボモードを使うときは2回押しで、次ストローブモードにするときは3回押しなんですよ。こうやってね、いやこれが若干覚えるまでめんどくさいです。長押しでホタルモード、これこういうのがやっぱ使うまで難しい。こう置いてもつかないようになってますし、まあ、ロックアウト機能もついていることで本当誤作動防止もしっかりしてますんで、まあ、そういった部分ではめっちゃいいかなと思ったんですけれども、やっぱボタン1個でいろいろ覚えるのライトぐらいなんかこう簡単に使いたいなっていうふうには思いました。まあ以上のような感じでスルーナイト TS1 を見させていただきました。自転車で使うだけじゃなくていろんな場面でライト使うっていう方にとってはこういうのもいいのかなっていうふうに思いました。